不思議な味だねこれ。嘘でしょ、まずいってこと。スープが不思議な。待って、ラーメンの感覚で飲むとラーメンの感覚で飲むと変わったスープの味がする。札幌一番味噌ラーメンみたいな感覚の味かなっていう、味噌ラーメンかなっていう感覚でスープ飲むとすごい不思議な。嘘でしょ、まずいってこと。なんだろう、わかる？なんか不思議なスープじゃない？だってスープ飲むもんじゃないもん。慣れ合おうとするなよ、サリと慣れ合おうとするんだよ。どう、味はどう？ナムルってこれで合ってる？みんなちょっとで聞きたいんだけど。だってこれの多分このスープの3分の1くらいはごま油だろ。だってそんなことない。ナムルこれで合ってる？冷たくないと、ちょっと冷やさないと分かんないよ。ちょっと味が染みないし、ちょっと冷やさないと。うん、もう完全に二郎系ラーメン。やめて。じゃあ冷やそう。完全に二郎系ラーメンのもやしだね。冷やそう。二郎系ラーメン。これ冷ましていいんでしょ、これこのまま置いといて。大丈夫、ごめんね。サリちゃんが料理できないと叩かれちゃう日が来るかもしれないけど、これのせいでごめんね、サリちゃんを。俺言ったんだよ、サリちゃんに。配信始まる前にサリちゃんの料理するところをみんなに見せてディスられまくるのを楽しんで見てしまうかもしれないけど、サリちゃんごめんねって。でもめっちゃ美味しそう、ありがとう。スープ飲みたいって言ってたからね、俺スープ飲みたいって言ってたから。ちょっとスープ、これ一石二鳥ってことこれ、食べてみたい。見た目美味しそう、優しそう。いい、明日ラーメン入れて。グー、それ入れなよ、ラーメンだと思ってるわ。サリちゃんの得意料理は何ですか？嘘でしょ、もう これにカレー粉入れてカレーにすればって言ってる人いるんだけど、そんなことある？こんなキャベツとキノコ入ったカレーある？ちょっとあと俺ベロやけどしたわ、ちょっと熱すぎて。うまかっちゃにのせて食べよう。なんでこれだけじゃ食べちゃダメなんだよ、これナムルだよこれ。みんなこれ冷やして食べるんだから、ずっと冷蔵庫に入れてちょこちょこ食べれるように。なんでコンソメ入れてスープにしようとするの、みんな。もうこれは失敗作としてみんな見始めてるから、もうなんかごまかそうとみんなしてるね。ほらみんなコチュジャン入れて卵で閉じようとか、それをもう失敗作だと思い始めてる。みんなほんとひどいね。ひどいよね、ナムル失敗するってあるのっていう。失敗してないから。失敗じゃないから。すごいみんながアドバイスし始めちゃってるから。なんで、うん、こうしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないって。これが正解なの、サリちゃんの成功なの。何だ、冷麺にしようって言ってる。俺うん、携帯用トイレめっちゃあるからね。なんで携帯用トイレ置いとくの、これこれ何かあった時の災害時のためにね。災害時のために携帯用トイレ置いてんの、うん。
いつもトイレ使わないでお風呂でしてるのに、うん、だからお風呂も使えなくなった時で、サリちゃんお風呂でシャワーと一緒におしっこする派だから、一緒に入ってる時はなんか知んないけど俺の足にかけてくるから、マーキングしてくるから、なんか またこれ変な話になっちゃうんだけど、サールがご褒美っつってる。サリちゃん塩分取りすぎてね、おしっこすごいしょっぱいんだよね。サリちゃんのおしっこでナムル作った方が美味しかったかもしれない。すごいまずいってこと、ナムル今。今だってなんかすんごい よくわからない味なんだもん今のところ。これ冷えたら美味しくなるの？冷えたら味染みて美味しくなるの？なんか今、うん、なんかごま油と野菜から出た汁の味が多すぎて、うん、これ冷やすから今だっけ。1回だけ飲んでみた、1回だけ、うん、すんごい出汁が効いてたでしょ。なんかこれ汁捨てた方がいいのかな。1回だけね、一口汁捨てた方がいいのかな。なんかあった？うん。汁捨てた方がいいのかなこれ。汁捨てた方がいいのかなって急に悩み始めたよこれ。みんなどう思うこれ。汁捨てた方が、俺は別にあってもなくても、俺しなしななやつ好きだから。いっか、ラーメン二郎の状態で、うん。ラーメン二郎。でもその汁飲んだらやばいよね。あ、捨てようぜおい。なんで？わかんない。捨てた方がいいの？なんで捨てないで捨てる？俺人生で初めて飲んだね、人の。嘘でしょ。うん、捨てて味付けた汁飲んだ、飲んだの。ちょっと待って、汁と具を分ける、汁と具を分ける。コメント遡るの好きだよね、サリちゃん。もう一回過ぎたコメントはもう一生読まなくていいんだけど。なんで汁は捨てるかな。いや、なんかあのさ、うん、見てる人の気持ちを考えるよ、うん、これコメント見てる、あの書いてる人の気持ちね、うんうんうん、そしたらあのそもそもナムルの色じゃないとかさ、塩辛いだけとかっていうじゃん、うんうん、これがすごい上の方にコメント書いてあったりするよ、うんうん、どこのコメント読んでるのみたいな、あっちからしたら、ね、いつのコメント読んでるの、な私のコメント読んでないの、いつのコメント読んでるか分かんないから、リアルタイムのコメントじゃないと。リアルタイムのコメント読んでほしいってこと？でもさ、読んでなかったらごめんねっつって戻った方がいいんじゃない？まあ過ぎてなければ、大して過ぎてなければいいんだけど、うん、俺とか全部のコメント読みすぎて、うん、前10分ぐらい前のコメントずっと読んでた時があったの、上から、うんうん、そうするとこっちからしたらコメントする気失せるんだよ。いつのコメント読んでるの、全然拾わないじゃんみたいな。もうね、あとあの面白いコメントを書く人がいるんだよ。その時にこの汁は塩分多いから体に悪いよとかっていうのをこうリアルタイムで、じゃあ捨てろってことみたいな、こうリアルタイムでこう話せばいいことを、なんて言うんだっけ、こうせいちゃんが言ってたんだよね。今話したら面白いことを後で読み返すとつまんなくなるから、なんかこうリアルタイムで面白いこと書いてる人が米勢いなくなるぞみたいな。ごめんね、急に配信ですごい真面目な話始まっちゃって。徐々に上手くなるよ。それあるね、わかるでしょ。なんか勉強になるだろう。花粉症。でもコメントを大事にしたいっていう気持ちもすごいわかるから難しい。楽しく、これ楽しいよ。ごめんね、サリちゃん楽しくなくなっちゃったってこと。俺の配信の説教始まったってまたなっちゃったってこと。うん。サリちゃんお腹すいた？すいた俺。普通。リンリンって誰？リンリンっていうなんかね、歌手を目指してる、テイラー・スウィフトを目指してる女の子がいるんだよ、リンリンっていう。うん。どこにいるの？歌舞伎町で家で配信してる。あ、そうなんだ。うん。家で配信を毎日してるの？うん。いいんだよ、正解はないんだよ。サリちゃんのナムルなんだから、サリちゃんが作った味、この
このなんか二郎系ラーメンみたいなのが正解なんだよ。よくわかんないけど、もう味噌ラーメンみたいな見た目のナムルが、これが広島でのナムルなんじゃないの、わかんないけど正解はこれなの。なんかこうサムル、あ、ささナムルじゃなくてサムルってこと、これはラーメンじゃない。さすがサンアール。さすがだね。さすがだよね。俺名前見てなかったわ。サンアールだよ。さすがだね。味噌ラーメンに乗せたらもっと美味しい。買ってくるか味噌ラーメン。伸びるから早め。中に麺入ってないんだよ。これがね、後で読むと面白くなくなっちゃうんだけど。これリアルで。ちゃんが払ってる。払ってくれないんだけど。後で配信については説教してやるよ。待ってろよ。誰が？いや、配信。いや、配信の語り始めたらね、長くなるから。サリちゃんの面白いペットなんだろうね、ルイージ。ペット感覚なの？家賃払ってって、ほら。ペットが家賃払ったことを見たことある？俺が犬飼ってるとするよ。いや、ペットじゃない。犬が、ペットじゃない。人間のおじさんだもの。おじさんなんだけど、うん、もう、ペットで言ったら、もう結構、高齢の方のペットだね。いや、もうおじさんだから払わなきゃいけないよ。こんばんは。払わなきゃいけないよ。ペットだよ。3桁はいかない。3桁行くわけない。顔が可愛くて料理ができたら不公平だよ。不器用ぐらいでちょうどいいねって、もう下手認定されてんだけど、料理が。うん、嘘でしょ。料理が下手認定。老犬なんで支払い義務無理っす。いや、ライオンが言ってるんだから。いやライオンが言ってるんだから支払い義務。老犬なんで。ポージーがだから新宿に1ヶ月ぐらい住んでくれたらポージーからちゃんと取り立てるから、サリちゃんポージーから支払い。俺無料で住んでよってポージーにしたじゃん。言うわけないじゃん。金取るよ。あいつ意外と金払いいいからポージーって。ルイージンチにされてルイージンチ住めないよ。ヒルズからね、新宿のアパートに越してきて、ワンルームのアパートに越してくるべきだね。面白さを取るなら面白いよね。面白くない。加藤サリ新宿ワンルームのアパートに嫌だ。今度東京タワー配信して。なんで近いよ。あ、こっから。うん、東京タワーって六本木から近いの。六本木なの。東京タワーって六本木なの。うん、ポージーくん来たんですか。ヒタンさん、どういうこと。どっちに、どこにヒタンさんがいるの。ツインテール。アニメだね。近いんだ。全然地理感が分からないんだよ。かわいい、かわいい。サリちゃんショート似合う。サリちゃんショートだったんだよ。っていうか、これ多分エクステ撮ったら多分ショートだよ。うん、これエクステ撮ったらもう髪の毛ここら辺からしかないからショートだよ。髪の毛ちぎれちゃって伸びないんだって。ナムルもう冷めたんじゃない。冷凍庫に入れてんのお前。冷めるわけないだろ。それじゃ晩ご飯何食べる。お腹空いてる。まだ空いてない。したえ、どんくらいですく正直。なんで。いや、ナムルはだって今日の今日で食べたい。ちょっと起きたいだろ、うん、起きたいだろ、うん、明日の朝からだろ食べていいのは、うん、俺もそう思ってんだよ。なんかクタクタのナムルが美味しそうじゃない。
ネギトロ丼うばしよう。もう気持ち悪いね、ネギトロ丼昼間食ったから。なんかネギトロ丼、まあ、軽いけどちょっと胃もたれしない。でうちらそんな優しいものしか食べてなかったってこと最近。久しぶり。どうぞ。うん。リーは子供生まれたのかい？あ、子供生まれる人なの？多分。子供生まれたよな。なんか。うんうん。前の配信者、あ、配信アプリで。うん、すごい爆投げ師さんを捕まえて、うんうん、多分、うん、結婚したのか。投げ師さんと結婚したの？そう。本当に？しかもエリちゃんっていたじゃん。わかんない、エリちゃんって誰だかわかんない。で、何すんごい爆投げ師、1ヶ月に多分2、300万投げてくれる、うん、しかも この子に投げるわけじゃないんだよ、うん、俺の師匠、あのクレイジーパピオンさん、うん、あの人に投げてた投げ師さんをと もうでもこれ有名だよな、言って大丈夫だよな、言っちゃダメなんだっけ、すんげえ超怖い人だから、その投げ師さんもバチバチで歌舞伎にさ、足にタトゥー入ってた太めの女の人、この子に投げるんじゃないんだ。でもうん、まあでもその人と付き合って結婚したから、うんうん、まあ、もうほぼこの子の財産なんじゃない。すごい投げ師さん、太めの女がエリちゃん、わかんない、その足にタトゥー入ってる太めの女の人のエリちゃんがわかんないわ。もうどうしたの、夢があるね、さあある、いいなあ、リップアップしてる。そんな唇赤い方がいいの？血色じゃない？血色がよく見えるの。まあいいね。女はいいよな。あ、みんないいな、いいな。投げ師さんと結婚いいな。いや俺は怪しいと思うよ。結局さ、投げ師さんってさ、これその人も言ってたからいいんだけど、その人も言ってたからいいんだけど、出会い中じゃん。金余っててね、普通に自分、俺だったらだよ、俺が金あったら普通にさあ、ごめんなさい、あ、ごめんね、ごめんね、言っちゃった、いい、まあいいけど、怒られてもいいんだけど、ちょっとディスるよ、ごめんね、まあごめんね、人によるか、まあごめん、俺だけだった、その気持ちは。普通にお金持ってたらさ、配信でさ、わ、この子かわいい、この子を捕まえて投げようって言うより、うん、普通にさ、なんか遊びに行ってかわいい子見つけてさ、その自分で目で見て捕まえた方がよくない？うん、だからあんまりね、配信者を口説くっていう意味がわかんないんだけど、疑惑に来てくれる子だったらさ、ね、あ、俺のこと興味持ってるのかなと思ってこうちょっかい出そうかなと思うけど、パパ、パパだ、ハートミークレタ、パパ今日配信します、サリー、うちのサリーさ、します、します、パパします、種族がいることを理解して、パパ絶対来て、あなたは顔に自信がない種族がいることを理解して、いや、うん、金子はだって自信ある族でしょ、配信に出てくんだから。本当に多分自信ない人って配信やらないと思うよ。お久しぶりです、サリさん、お元気ですか？どうしたの、え、そんな他人みたいになってたの？謎じゃないだろう、当然のことだわ。どのくらい投げたら付き合えるのかな。いや、投げたらってわけじゃないよ、マジで。そう、リーってマコマコっすよ。なんか俺一瞬でアイコンで分かったっすけどね、なんか。いくら投げてた人とご飯行ったの？なんでそんなこと言わないで、サリちゃんが。言わないで、パパいるし、言わっちゃダメ。なんでパパに相談して言ったんじゃないの？だから言わないで。分かった、言わない。
でも ちなみに大体どれくらい投げてくれてた人だったの？うん、行ったことないわ。行ったことない。ない。けど、行ったことないけど、大体どれくらい？行ったことないね。1000万ぐらい投げられないと無理だね。1000万は嘘でしょ、そんな。投げられないと無理だね。だから、ね、銀座のお店行った方が早いですね、多分。300万が使ったらお会計には現れてくれるみたいなんで、銀座のお店行った方が早いですね、皆さん。運良かったら、ね、一回座ったらいくらだっけ？座るだけで5万ぐらい、5万、一回座ったら5万ぐらいだから、運が良かったら5万で、ね、他にお金使ってる人がいたらワンチャン会えるかもしれないけど、でもまあ席にはつかないけどね。意外とサービス精神ないんだよね。優しいじゃん、サリちゃんって絶対さ、ここにいてくれたりさ、配信中ニコニコしてくれたりさ、優しいくせに、しきはあんなにたくさん投げしているのに、しきはサリちゃんと違って芸じゃないじゃん。サリちゃんは芸能人だし、わかる。やっぱり投げしさんってあのね、目立ちたがり屋な投げしさんもいるの。目立ってるところで投げたい。10人ぐらいの枠で全然知られないところで投げるより、投げててね、1000人2000人見てるところで投げた方が気持ちがいいっていう投げしさんもいるから、やっぱ閲覧こそ全てだよっていう考えも俺はわかる。投げしないのにさ、ね、日韓1になったらすごいじゃん。そっちの方が勝ち組だよ。1人か2人ね、自分の彼氏にね、誰とは言わないけど自分の彼氏にバカ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 投げてもらって、私のこと1位にして、私のこと1位にしてっつって、バカ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 1人のね、付き合ってる彼氏に頼って1位にしてもらうぐらいだったら、俺だったら TikTok やらないね。そのお金は2人で使えばいいじゃん、付き合ってんなら。あれ付き合ってないでさ、あれもしかしてさ、裏っ引きしてるだけなのかね。その銭回収してるだけで、付き合ってるっていうのは仮の姿なのかね。いや、だから彼氏も彼氏で目指したいんじゃない。 TikTok の多分一番投げてる人だよ、一番稼いでる人、女の人で一番稼いでる人で、その人がいるんだよ。あれすごいよね、月何千万投げてんの、あの彼氏。3000万ぐらい投げてるのかな。3000万じゃ足りないだろ。足りないかな。一人で勝つんだぞ、一人で、ほぼ一人で自分の彼女を1位に押し上げてんだよ、 TikTok で一番の。でもさ、閲覧もそんなないじゃん。うん、目立ちたいわけじゃないのかな。まあ、ワンチャン気も、でも置くらしいよ、だって置くらしい、置く。もしくは、あとあれもあるかもね、その TikTok のそのなんかさ、置くだって。いや、で置くでしょ絶対。だって1位じゃない人でも何千万、3000万、4000万だもんね。なんかでも TikTok でもさ、その分かんないよ、分かんないけど、パパこれそれいい、パパに聞かないで、パパ答えづらいんだから。何割バックとかあんの、やっぱりそのあれによって。なんか普通の人は3割なんだよ多分。けどその事務所によって7割とか8割とかギフトのバック率が違うっていう人いるんだよね、たまに。パパ、うちのサリから引いてるでしょ。 うちのサリからうちのサリ3割でしょどうせ。パパ引いてない、それは悪徳ですね。悪徳だって、サリ引いてないって。引いてない、うん、3割は寂しいよね。なんか中来ね、3割。本当？本当に違う？あ、みちくん、ありがとう。だからその7割バックだったらさ、
ワンチャンさ1億投げても7000万返ってくんだからよくないって思っちゃう。8割バックだったら1億投げても8000万返ってくんだからよくないって。うちのそのあれをあげてくれるなら、うちの嫁すごいんやでって言って、みちこさんありがとう。8割バックの俺事務所に入りたいね。パパ紹介してくんない？8割バックの。入れないから。入れて。俺事務所入れない。俺事務所入れないから。炎上系だから。お前も炎上系の芸能人だろ？タレントの炎上系とまた違うし。正しくマネーロンダリング。いやでも結局さ投げたら難しいよねそれね。炎上権の老権無理っすね。何が無理なの、何が無理なの。もうサリちゃんありがとう。そうサリちゃん金持ちだからいいんだけど、1位になるとどうなる。だから有名になるから、まあ投げ師も有名になったもんね。その投げ師やめてよって言われたりとか、いろんな人が名前言うじゃん。どういうこと？そのん、何の話？でもかわいい、かわいい、かわいい、ありがとう。何がいいかね、名前。へなちゃんと、うん、へらこさんが、うん、の話が、どっちももう有名だからになったんだからウィンウィンだよね。有名になってないんじゃない？だってさ一般の人知らないよ、 TikTok ライブ配信者じゃないと。まあ、TikTok のそのなんだろう、日刊に関わってる人ら、目指してる人らはみんな知ってるから。でもそこだけだよ、本当に超狭いぞ。だって、うん、会社なんだよ、なんかさ、だってサリの友達とかにさ、うん、丸々ちゃん知ってるって言ったところで誰ってなるよ。まあでもこの界隈でしか生きてない人だから、この界隈だけでいいんだと思う、人気になるのは。ぶっちゃけとか来るのかね。難しいよね正直。あの プリコさんには来ると思うんだよ。でもホストってのもまた難しいのか。 TikTok で案件もらいやすい人って難しいよね。ほぼ一般人からしたら全員炎上系の人にしか見えないでしょ。めちゃのやつかいな、ありがとう、うん、でもそんなこともなくて、地上波より SNS の時代だからなって言うじゃないですか。でもそんなこともなくて、だってやっぱりサリももうテレビ終わりだなって思ってたけど、スイダウとか出るとやっぱり次の日とか渋谷歩くと若い子がすごいっすもん。そのサリって33歳だから、今の19歳20歳の子って、加藤サリって結構ちょっと昔のギャルってイメージっていうか、まあ知らない人もいるんですけど、それが19、20歳の子からめっちゃ声かけられるようになるんですよ、次の日とか。ん？徹底してるって細かく曲がるのに。あ、そうなんだ。うん、うん、だから相当おじいちゃんなんじゃない、もしかしたら。ちゃんとか誰でも知ってる、うん、そうだから、なんかテレビの力ってやっぱ19歳20歳の SNS 世代の子もやっぱスイダウとか見てくれてるんだなと思って、やっぱテレビは強いなってやっぱ思い知らされますよ。っていうか面白かったらテレビも切り取り上げて SNS に載せられるしね。だから結局やっぱ地上波は全国にバーンって広がるからやっぱ強いっすよ。やっぱ SNS が強いって言われてるけど、テレビもテレビでやっぱ強いですね。テレビ局勤務ですが痛感します。どうした？何があった？SNS の時代ってことじゃない？
加工なしの色差見たことあるの、うん、切り抜きでうちらはめっちゃ見てるよね。いや俺は見てない見てる。俺はまだ四季さんはあのまんまだって信じてるから。じゃあ夢のありがとう教会人がいる、さんがある。だからちょっとさ、あのサリちゃんが寝てる時に話してたんだよ、うんうん、あの、うん、絶対誰とは言わないけど、うんね、うん、その YouTube ですごい誰もが知ってる YouTube の人で、うん、ね、あのあのなんとか祭開いたでしょ。でそのなんとか祭にはさ、なんとか万博開いたでしょ、うん、でその人で YouTube ですごいさ有名な人をたくさん呼んでたわけじゃん、うん、芸能人とかも呼んでたわけじゃん、うんうん、それでもそのちょっとした会場を埋めるのがやっぱりちょこっと難しく、あの少し空いてる席あったって言ってたじゃん、うん、それなのに、うん、あの無課金さんと、あと俺はレオさんと、あと神さんがね、100人、違う違う、規模が全部聞いて、うん、絶対聞いてないさ、ごめん、うん、100人埋まる箱です、箱だとするよ、うん、まあ50人でもいいよ、うん、100人埋まる箱を新宿で買って借りてね、1人5000円取ったとする、うん、100人集まるかねっていう話をしてたんだよ。でみんなはね、うわ100人ぐらい集まるよ、あの人ら人気だよ、無課金さん見たい人いるよ、神さん人気だからって言ってガチ来ようよって言ってたんだけど、うん、これ芸能人ね、テイラースイフトのライブをコンサートを1万円払って見に行くのと5000円払って無課金さんと神さんと俺はレオさん見に行くってなると、見に行くかね、わざわざ無課金さんと神さんとレオさんを見に5000円の新宿まで行って、っていう、別に誰も否定をしてないんだけど、誰も否定をしてないんだけど、行く人いるのかなっていう話。いつも閲覧3000人ぐらいいる深夜っちょですら、ダンスイベントね、行くと2人とか3人しかお客さん来なくて、それも深夜っちょすごい DM 送るんだから、いろんな人全員に LINE で、あ、来てください来てくださいって、来なかったら絶縁なぐらいバリの LINE 送るんだから。いくら取るんだっけそれ。5000円ぐらい。あ、ほんと？それ個人案件じゃないですか、大丈夫？花粉症で、それもやっちょさん一人でやってるんじゃないんだよ、あの、まあ、5、6人ぐらいのダンスグループとか歌手とか集めてやるんだよ、なんか6人ぐらい。ごめん、読めなかった。今日は雪が降ったよ、本通りはすごい人だったよ。みちこさん広島の人ってこと？うん、そうだからね、そう。だってでも、うん、でも無課金さんとかや神さんとかやったやつは箱がさ、もう箱の規模が違うじゃない。ルイージさん、ルイージ、サリさん、お金持ちかっこいい。俺金ないよ、1ミリも。喋、うん、るも見た目も。まあ、経験値が違うよね、正直。俺だったらビビっちゃうよ、100人の前、200人の前で話すとかさ、もうなんか感覚がずれちゃうよね。テレビに出てる人って目の前にさ、何千人も何百人も見てるわけでしょ。何千人、何万人ぐらいの規模で、何百万人の規模か分かんないけど、で目の前にはあのカメラ、分かるよ分かるよ分かるよ、カメラ照明スタッフ、うん、うちのお母さんとかもさ、100人ぐらい人が見てる前で、やめなよやめなよ、ほんとこんな危ないよ、見られたくないよっていうくらいなのに、想像力が足りないから、俺はどんな世界なのか分かんないよね。テッセイ腹立つ。どうした、テッセイが。え、これずっと名前って人がね、連投してるんだよ、分かんないんだよ。ほのぼのしちゃってる。 俺荒れたいんだけど、炎上したいんだけど、どうしたら炎上してくんない、
みちこは稼いできたんだよ、サリちゃんかわいいかわいい、みちこ、みよこ、どういうこと、みちこ、あ、みちこお前か、みちこって自分のことかどうしよう、うん、iPhone さん、iPhone ありがとう、何なんか食べちゃおうかな、サリちゃんお腹空いてないの、食べれるよ、食べれる、すんごい迷う、サールがみちこお疲れ様ですって、どういうこと、サールの仲いいの、わかんない、みちこはね、頑張って働いてきたよって言ったから、みちこに気使ってくれたんじゃないか、サールさん優しいから老犬って呼ぶね、俺のこと、ありがとう、いや、いや難しい、すんごい、なんかぶっちゃけまださ、すんごいお腹は空いてないじゃん、うん、うん、だからテッセイって誰だよ、テッセイって稼いだ、じゃあ嫁いだ、うん、稼いで嫁いだって読み方、あんまり、みちこが、あ、みちこね、うん、お手柔らかにお願いします、あ、みちこが頑張って嫁いだってこと、わかんない、なんて書いてたかもわかんないわ最高のやつ、許せねえってこと、俺がじゃあテッセイに言ってやろうか、なんて言ってほしいんだよ、名前、俺がテッセイに言ってやるから、昨日の配信ムカついた、何どうした、昨日の配信何が嫌だったの、俺が言ってやるから今から、鉄製にぼーっと火を吹くドラゴン、ルイージが一生懸命教えてたのに何だよ、一生懸命教えてたのに、生意気、いやいやいや、鉄製にはね、二十歳だよ、まだ二十歳、二十歳なんだから若いんだからしょうがないんだよ、今は、鉄製よ、ドッグフード安いやつはダメだぞ、チーム友達みんなお酒飲んでるのかな、もう夜は会話ができにくいね、もう最高に優しくしてやって、疲れてない、そう、あれで二十歳であれは夜当たり上手、そんな生意気なんだ、生意気だったんだ、いやそんなことないと思うよ、むしろ俺が生意気なこと言っちゃったと思う、なんかおじさんみたいなこと、まあね、うん、二十歳でゼニ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 ばっか追っててもいいことねえぞって、なんかおじさんみたいなこと言っちゃってちょっとごめんねって思っちゃった、食べようか迷ってる、なんか中途半端なんだもん、でもいや俺が教えてたっていうか、俺が言うことが正しいとは限らないから、せいちゃん、うん、あのそれぞれの考え方があるし、最終的に結果を出した人が正解もそこまであるのか分かんないけど、まあ正解っぽい、ルイージが全て、ほらすごいんだから、俺が全てだから、第二のヒッターさんできたんじゃない、これ俺のイエスマン、肝スペシャル食べたい、何どういうこと、砂肝ってこと、別にいらないんじゃない、なんかバトルばっかしてたら投げ師さんが集まってくる、投げ師さん欲しいんじゃない、まあ、老犬ほのぼのしてる、さすが老犬、ペットホテル代払わなくちゃダメ、昨日クロロトイレ詰まらせて逃げた、うわお、ナムルってどれくらいが食べ時なの、みんなナムルそんなに食べてほしいの、冷たいのがナムルなんじゃないのこれ、冷たいのがナムルだよ、まだだよ、まだ暑いよ、あ、まだほんのりあった、これ食べてたらなんかお腹すかなくなっちゃうじゃん、またそうなんだよ、早くすかせた方がいいのかもしれないんだけど、うん、これチャイちゃんこれダメだ、これまずいってこと、ちょっと食べてみてよ、相当ごま油入れたよね、これ食べれば食べるほど、ほんと豚骨ラーメンだごま油すごい入れたからダメだって、どういうこと、ダメだって、どういうこと、いやいや美味しいよ、食べれないってこと、いや
冷めれば冷めるほどこれ油感出てくる。まあでもナムルってそういうもんか。うん、え、まずいってこと？いや美味しい、すんごい美味しい。何にも、うん、なんか味すんのかなしないかなみたいな、うん、あの俺介護のところでご飯も出てたんだよ、うんうん、その介護、うん、おじいちゃんおばあちゃんのご飯、うん、味してるのか分かんない、うん、ナムルより、うん、この、うん、あのラーメンで煮込んだみたいな食べ過ぎだったから、ラーメンで煮込んだみたいなナムルの方がその100倍美味しいんだけど、うん、しょっぱいからこれどんどん食べてっちゃって、これご飯と食べるもんなんじゃないこれ飯持ってこいよ飯。いる？いやいや本当に食べちゃうから、そうすると。米いる？もう俺何も食べなくていい、こうなと。もう別にいいけど。よし。よし。うん、おかずみたい。ナムルじゃないね、おかずだねこれもう。これ一緒に食べちゃう、これサリちゃんも食べちゃう、これ。これ冷めるまでこれないね、これ食べちゃって、ダメ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 、冷ましてナムルとして食べたい、サリはちゃんとチミ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 食べちゃうから、これすごいからの食べれば食べるほど喉乾くから、これしょっぱくて美味しくない？美味しい、ね、美味しくないこれ、うん、美味しい、もう本当におかずよおかず。テッセイのこと応援してくれるならテッセイやっちゃうよ、名前さん大丈夫？でも大魔王さんはね、ポージやりたいって言ってんだよね、ポージ許せねえよって言ってんだよ、ポージとタイミング合わないんだよね。テッセイも今バトルやってるから、ちょっと待って、何？はあ、そうなんだ、何？いや、ここがいると思って、明日むくむ？頭痛くる？うん、毎日だからそれね、味濃いのが好きなんよね。焼きそばは食い、ね、あれ2個でしょ、2玉でしょ、ペペロンチーノぐらい食えるかな、ちょっと小腹空いてんだよな。サリクッキングみたい？サリがすごい美味しいペペロンチーノ作れるんだって、ペペロンチーノ作…サリのペペロンチーノみたい？サリニンニク食うとすごいニンニクの匂い残るんだよな、絶対明日は、明日の夜までニンニク臭いわ絶対。俺もじゃん、俺も臭いんだけど、サリちゃんペペロンチーノ食べたい？まだ食べたくない、まだちょっとお腹空いてなくない？空いてる？なんか半々なんだよ、よくやります、ヤマピーと、あと平野翔くんと、あと吉沢亮に似てるってよ、いじってるから、よく似てるってよ、これあると食べちゃうから、これ食えなくなっちゃうよ一生ね、これ何捨てろってことじゃん、もう捨てよ、これもう目の前にあると食べちゃうから捨てよナムルの状態になった時に食べてくれないってことじゃ、もうだってほぼもやしなくなったよ、もうチミ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 、キノコの切りが甘いからよ、キノコは大きいからよ、ちょぼっと食べようとするともやしばっか食っちゃって、おいしそう、パパありがとう、おいしそうね、ナムルの状態で食べれなくなる、もうこれラーメンだもん、捨てよ、捨てなんでよ、もう食べちゃうから捨てよ、なんでよ、ペペロンチーノ食べれなくなっちゃうよ、もう捨てよ、かわいいかわいいかわいい、みちこ絶対サリの配信にも来てよ、じゃあ絶対来ないから、何時になったらやろう、10時だろ今、11時になったらサリちゃん 1枠やる、で11時から始まったから12時で1日でしょ、明日も1時間ぐらいやったら2枠なんじゃない、切ってつけて、うん、サリ2日連チャンぐらい、サリ枠絶対行きます、ありがとう、ウーバーは絶対頼まないよ、何が、でも
眠くなるとサリちゃんウーバー頼みたくなる癖があるんだよね。頼みたくなるね。うん、水色落ちませんね。結構落ちたんじゃない。でも今日やったんだよ、あのあと230度で飛ばしたんで全部かなり。でも髪の毛の洗う回数がマジで少なすぎるから、これ上はシャンプーしてると勝手に抜けちゃうから、上はほとんどねわざと外して、毛先ばっかり230度のねアイロンで飛ばしまくってんだよ。そうアイロン230度でした、バッチバチに何回も何回も3回ぐらいこう全部飛ばしたんだよ、バーって力づけ。髪俺も色落ちしないね意外と。一時期青っぽかったよね、なんか。あのんちゃんありがとう。これエクステだからね、下は全部。もう1ヶ月持たない、2週間とかぐらいでどうせ付け替えるから、もう傷んでもしょうがないと思って諦めてやってるよ。私の彼氏も美容師、ろくなやついないだろ美容師の彼氏って。今現在進行形で美容師やってんの、ろくなやついないだろ。で美容師さんなんてさ、ルイージさん羨ましい。何がパパ、ご飯食べサリと入れてってこと、パパサリのことそういう目で見てたってこと、パパサリのことを女として見てるってこと。ショックなんだけど、うん、美容師さん変な人ばっかっていうか、なんだろう、勘違いしちゃうよね。なんか指名してくれてきたら俺のこと好きなんじゃないかなって勘違いしちゃって、ジャブ入れちゃうよね。ちょっとでも可愛かったらご飯行くみたいな。人としてサリさんのこと好きなので、うん、パパありがとう。エクステは？そう高い温度で巻かないと後つかないから、ね、そう。でも高い温度っていうか、うん、冷まし方だと思うからね、うん、どうした自分たちが上手、どうした自分たちが上手、酔っ払ってんのか上手。すごいギフト投げてる人だから多分。こんばんは、一人経営してます。あー彼氏がってこと、美容師さんでってこと。行かないっすって即答されたことあります、もしかして。どういうこと、ライオンさん行かない、行かないです、行かない、よくわからない。ライオンさんなんか、あー、 ありがとう。あれか、あのジャブ入れた時ってことだろ。なんかあのそう言われるのが怖いから遠回しに言うんだよ。自分がブーメラン、どういうことだろう。ジョーズさん、なんかちょっと言葉が足んないね。お金持ってる人でしょジョーズさん、多分すごい、あのそうなの。いやだってギフレベ高いから、これ多分頭がいい人なんだろうけど、基本美容師はお客さんと連絡で交換できませんよ。いやなんかするよっていうね、余裕でするよ。サリちゃんもしてるし、いろんな美容師さんの連絡先知ってるだろ。いや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 、友達なっていう風になっちゃうんだよ、友達なって。でそのさっきね、断られることありませんって言ったじゃん。断られるのが怖いから遠回しにジャブ入れるの。例えばサリちゃんがね、新宿が俺が働いてる病室で新宿に髪の毛切りに来たとするでしょ。でこう仲良くなっていくじゃん、1回2回目とか来たらさ、告られました、そう告るだろう、うん、そしたらね、あサリちゃん新宿よく来るのって、どういうご飯が好きみたいな、こうジャブ入れるんだよ遠回しの。そうするとサリちゃんがね、どこのご飯屋さん好き、ん、ご飯屋さん、うん、どこ行く、予約取れないとこ行きたい、うん、あもうサリちゃんに聞いたのが間違えた、もう二度と何も誘わない、ごめんね。まあ、こういうパターンもあるけど、これは失敗例、これは失敗例ね。なんか普通さ、なんか ラーメンが好きとか和食が好きって言うと、あどこどこ美味しいよねって言って、あそこどこ美味しいですよねとか、ここも美味しいんだよってこう何個か言うと、食べてみたいって言って、じゃあ行ってみるってこう冗談っぽく言うと、
乗ってくる子はあ行く行くってなるんだよ。指名されたら勘違いしますね。いやサリずっとでも、いやいやサリちゃんの場合は別だから、あのね、その美容師さんじゃなくて上の幹部の人が勝手にサリちゃんのね誰が担当させます、そう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 、でね、あのちゃんとうちのね お店えなんかインスタでちゃんと貼ってくださいねとか、うん、もう別次元だからサリちゃんに聞かない方がいいよ。いや日本人は主語目的も必ずしも言わなくても通じるんだけど、ジョーズさん通じるんだけど通じなかったからもっと詳しく言ってって言ったの、ジョーズさんに。俺結構大体拾うよ、大体コメント拾うし大体通じるようにこう飲み込むんだけど、通じなかったからジョーズさんに主語と述語を言ってちゃんとって言ったの。 ごめんね俺のジョーズさんと合わなかったのか、ごめんねジョーズさん。戻ってきた、ありがとう、戻ってきてくれて。だからそう、なんか大体美容師さん5年もやってたらね、なんかその必勝パターンを見つけちゃうよね、うん、遊んじゃうよ美容師さんは。お客さん女の人しかいないし、大体あれだから、あの嫌いじゃなく来てくれるわけだから、もう指名ってなったら。セリちゃんはルイージのどこがいいんだろう、やっぱ顔じゃない。何百回も言ってるんだけど、俺って顔以外にいいところないんだよ。そんな性格も悪い、お金もない、ただちょっと顔がね整ってるだけでこんなに女性に困らない生活をしてるって、もう親に感謝だね、こんな整った顔で産んでくれて、うん、お母さんありがとう、うん、吉沢亮に似てるって言われるし、自分ではまあ平野翔くんよりかなと思ってるんだけど、ありがたいわ、うん、顔もいいですが性格も、うん、いいよパパ振りしないで、お金だけがそうじゃない、顔は釣り合ってる、あ本当。やめて、ね、ディスられたってことサリ、顔釣り合ってるって、あほら確かに、ほらちょっと待って、ちょっと待って、もう俺もあれかな、本音ですよね、ちょっと待って、ちょっと待って、え、うん、パパ失礼じゃない、だからサリの方が顔整ってるだろう絶対に。だから俺もサブスク作るから、ルイージが一番で、ルイージは顔が一番で、俺サブスク作ろうかな、ルイージのルイージの顔が一番っていう、それはやめて、それやめて、サブスク作りたいわ、恥ずかしいからやめて、うん、だってみんな、なんか恥ずかしい、敵味方を分けるためにサブスク作りたい、俺敵味方作んないタイプだろ、よ俺横顔残念、本当そんな横顔ひどい、一人横顔、俺正面よりは横顔の方がいいって言われるんだけど、横顔残念なの、横顔も残念だったら俺全部残念ってこと、前も残念、前も残念、口も残念、口ぼこ、口ごぼ、何口にごぼう入れてるみたいってこと、それ何、口ごぼって何、口ごぼってどういう意味、口にごぼう入れてるみたいってこと、どういうこと口ごぼって、ルイージ輪郭がない、最近ハゲてるって言われるね、めくんないでくんない、本当に薄いみたいになっちゃうからやめてくんない、口ごぼう、クマ取ってないよ、取りたいよクマ、なんでそれって俺の顔アピールすんの、それ俺のファンなくしたいってこと、すんごいたるみ目立つんだから、クマ目立つんだから、あつおさんありがとう、おばあちゃん彼氏のマンボウみたいじゃん、マンボウって言われてるよ俺、マンボウってどういいよ、もうマンボウでいいよ、マンボウ、俺のことマンボウって呼んでくれよ、うん、何なのやってやろうか、サリちゃんも同じこと、お前もねこうやって顔を上げた、あドアップにして顔を上げたらいいよ、いいよ、ね、いいよ、いいよ、どんだけ自信あんだよ自分の顔によ、やばいだろ、人の顔こうやってさ、ね、マンボウそんな笑う、何が面白いのマンボウって言われて、自分マンボウって言われて嬉しい、人が言われて嫌なことやめな、マンボウってどういう意味だろうと、マンボウだよ、マンボウってどういうこと、
マンボウ見たことある？だってマンボウだよ。マンボウ見たことある、うん、なんか一時期言われてる時あったよな、なんかマンボウって。いやマンボウじゃないけど、マンボウに似たような魚、なんだっけ、なんていう魚だっけあれ。大魔王さんとかもよく言ってたよな、俺の顔、なんか魚何でしたっけ、細い魚。大魔王さんいる？いない、わかんない。カワハギ。カワハギとマンボウってなんか似たような感じじゃない？ウツボなんて言われたことねえよ。ヒラメとかアンコウとか言われたことねえよ。コブダイなんて言われたことねえよ。コブダイ、ウーパールーパーもドリー。ドリーかも。ドリーに似てる。ドリーわかる？俺わかんない。ハインティングニモの。ドリーわかんない。ドリーに似てる。ドリーじゃん。俺って笑わない、本当に面白いと思ったことないから。ドリーじゃん、見て。一回ドリーググって携帯でちょっと覚え。ポニョだって、パパが。パパがポニョだって。パパが、はい、ありがとう。 ポニョはないでしょ。パパがポニョ。ポニョはさすがにないでしょ。無表情ってこと。なんで人の髪の毛あげんの、さっきから、マジで。いや顔面みんな見て何に似てるか言いたいかな、うん、マジで人のこと。サリちゃんこそ落としてるね、顔を。俺がモテるのがそんなに嫌なの？心配なの？マジやばいわ。ちょっと待って、どんだけ俺からね、不安なのかね、モテちゃって。何言ってんの？ちょっと待って。俺のことすごい顔を落とすじゃん。ドリー調べたらいい。ポジティブだね、魚の。